つくばさんからの中地毛さん、はい、今日今日は中地毛さんと、2人で釣りデート奥さんに怒られちゃうはい、中地毛さんが足で探したなんか中地毛ポイントに今日初連れて、教えてもらってきました。お昼前ですね。はい、じゃあこっからね、今日はちょっと秘伝の餌を使って釣りをしていこうと思います。はい、じゃあ今日はね、ちょっと傾斜があるということで、私180センチの釣り竿、ある、これエビタナゴってやつでピンクなんですよ。そう、ピンクであって、もうちょっと短いのが、もうちょっとピンクで可愛いやつがあって、はい、ちょっとここにカメラね出そうと思ったけど、なんかすごい傾斜で怖くて落っこちそうだから、人の撮れ高で動画をまたやろうかなって。棚はどれぐらいなんですか？あ、案外深いんだね、水深ね。でもそこそこについてるって感じ？結構ね、場所によって違うんで。ああ、はいはいはい、10センチぐらい差があります。はい、じゃあちょっと釣っていこうと思います。ちょっと米見えなくてすみません。時間が11時7分。やっちゃ、照り返しすぎ。ねえ、今日これ。照り返しすぎ。暑いぐらい。ねえ、照り返しすごい。やだ、思った。絶対、上のうちの俺やだったんだけど。ひっくり、ひっくり。危ない、危ない、危ない、怖い、怖い。似ててこう。ホットケーキミックスとグルテンワンとニンニクパウダーとマヨネーズっていうやつ、はい、もう聞いて、それを、まあ、煮せて作ったん、うん、で、すごいね、入れて、ただ練り込みが足らないのかなって。このね、ペコペコこのやつに変えます。当たりがね、わかりづらいんで。わあ、一投目やっと来た。でピンと合わない。なんだこいつ、当たりがね、浮いたよ逆に。浮いたっていうか、取って上がってきたっていう、なんか浮きがふわって浮いた。浮いてんの？ついてるけども、あっち側できるのかな。あれ、あれ昼まで行った時には、うん、あ、これできないなって感じだった。あ、そうなんだ。なんか、あの、入れない、入れない感じ。あ、そうなんだ。合わせらんない。気づいてないんだよ、ひどいよね。さあ、これポンプでやる気になり、やっぱつくね、全然つくわ、ベッタベタつくわ、針に。もう枝さんもいろいろやってるようなので、私も向きを変えて何をやるかというとですね、上釣りいうところのサスペンドですね、向きがスーッとこうゆっくり沈んでいく状態、これをやってみます。何を使うんですか？いや、単純に浮きのサイズを再変えて、あ、浮きがゆっくり送信機にできるように。ほら、残ってる。ちなみにこのやり方を教えてくれたのは妹さんです。浮きの大きさ、浮きの大きさ、大きさ変える。浮力がない、沈むやつですか？浮力がないから沈んでいくってこと、うん、
あーはいはい。結局魚はゆっくり沈んでいくものに反応するっていう。あーなんかおーって見てるうちにね、なんか潜っちゃって。結局当たりがね。うん。あの森の方ですって。当たるけど全然飲んなくなった、うん、なんかねちっちゃくつけてあのほんと食い込ませないとダメかもね。口ちっちゃいもんな、うん、ちょっと形状を見に行きましょう。あそこはね船がいる率はありますけど、あ、ほんとだちょっと見えるね。あの浅場の方がいたりとかするっていうから、何か障害物か藻が生えてるよ。ああいいじゃないですかここ。あそこ、あなんか。あたり、ここをやったことある？ああ、そっかそっか。あそこ浅くて。あっちは多分もう水深2、30センチしかない。ここもなかなかいいですね。はい、あっちの方だとなんかまた違うもの釣れそうな感じもあるんで。すごいトンビだ。トンビが飛んでる。トンビがいる。初めて見た。ジレンマ。そうそう、赤虫、あ、いか、もう食べちゃわないでよ。赤虫をふさがけにして、袖針、赤虫針にしたんですけど、クチボソはいるんですよ。持ってくもんね、ほらほら。やめてー、あんたじゃない。あなたじゃないんで。で、この赤虫針に食いつこうとするね、この根性。根性すごいね。甘いよね。釣れって持ってかないかな。でもチャポンって跳ねてるぐらいだからね、いるんでしょうね。はあ、よく赤虫針に。ガッツがあるね、こいつ。1、2、3、4、5、6、7、8匹。ねえ、1、2、3、4。なんかね、ちょっと当たりが止まったみたいなんで、ちょっと移動したいと思います。はい、あんな方で、第2ポイントで釣れましたけど、はーい。この人でした。はい、2匹目も、こいつ。でした。いやもう釣り方がねすげえ特殊なんですよ。みんな真似できないと思う。漁師の釣り、はい、でかでかもつごでかもつご、とりあえず5匹です。ここしかいない。ここしかいない。そして怖い。いや、サイズだけど。これからなんじゃないの。はい、今日はね、ここです。あの、ラーメン連れてってくれ。あのね、中池さんはラーメンチャンネルもやってますからね。海と小物だけじゃない。
チャーシュー麺、ラーメン、美味しそう。いやー、一人ラーメンできなかったから嬉しい。ラーメンチャンネルの全貌。大盛り、まずはね、どうやって食べるんですか。まずはね、チャーシューを麺に入れて炭とか取りにします。で、ゆっくりこう持ち上げて、こうスローにします。それから、レンジでスープを、この部分は後でスローにします。あれだね、テレビ局の人ね。それから、味噌とこの持ち上げる部分をスローにします。